はい、おはようございます。じゃあ今日も質問に回答していきます。いただいた質問が、ディーラーで車検整備を依頼しました。事前に見積もりはしていたんですけれども、とても早く車検整備が完了しました。ディーラーだと一般の整備工場とは違って、車検時に細かく点検はしないんでしょうか、という質問をいただきましたので、これに回答していきます。でこれなんですけれども、ディーラーだろうが一般の整備工場だろうが、その点検する箇所っていうのは同じなんですね。だからディーラーだからなんか手を抜いているということはありませんので、ご安心ください。でですね、この質問くれた方がですね、事前に見積もりをしていたということですので、その事前見積もりがあれば、その必要な交換部品だったり必要な整備内容というのが、その事前に把握することができますよね。なんで、まあ、準備ができるので、その車検整備自体はスムーズに進行することができます。あの部品の交換点数が少なければなおさらスムーズに車検整備はすることができますね。なので、そのとても早く車検が完了する、例えば1日車検というのも全然可能になってきます。で逆にですね、その早く終われない、時間がかかる車検というものももちろんあります。それは事前見積もりしていないとか、あと修理箇所が多い場合ですね。こういった場合は基本的に、まあ、預からなければいけないと、まあ、時間がかかる車検になってくるということになります。でまあですね、その初回車検だったり2回目3回目ぐらいの車検だったら、まあそんなに交換部品も多くありませんので、事前見積もりさえしていれば比較的早く車検整備終わると思います。まあ1日車検ということも可能だと思います。まあ、ただこれはですね、もちろんその車の使用状況によって全然違いますので、その車検の間に1万キロ走る人と、車検の間にもう5万キロも6万キロも走る人では事情が違いますので、まあ、それは一概には言えないんですけれども、まあ、比較的、1回目2回目3回目ぐらいの車検だったら早く終わることはできると思います。でまあ、ここでちょっ と、お話、まあ、脱線はしないんですけれども、なぜかですね、そのディーラーだから手を抜いているとか、そのきちんと点検整備していないっていう話を聞きますよね。まあ、SNS とか、まあ、ネットの情報でも聞くとは思うんですけれども、まあ、僕はですね、そんなことはないと断言できます。僕ももともと日産のディーラーに勤めていたんですね。でその日産のディーラー勤めていた時も、まあ、今と変わらずきちんと点検整備はしていますし、その僕の周りの整備士の方ですね、その方も本当にしっかりと点検整備されていました。なのでそのディーラーで例えば嫌な思いをしたことあるっていう人はですね、その店舗だったりその車を担当した整備士だけの問題だと思うんですよ。その親身に相談に乗ってしっかり整備してくれるっていうディーラーは絶対ありますんで、ていうかむしろそっちの方が多いと思うんですよ。なんでそのディーラーで嫌な思いをしたことあるっていうのはその一部の情報だと思うんですね。で逆にですけれども、まあうちみたいな一般の整備工場、ディーラーじゃない整備工場でも対応が悪かったりする場合っていうのは全然ありますので、そのディーラーだからとか、その一般の整備工場だからっていうので分けてしまうっていうのは非常にもったいないんですね。で僕過去にも信頼できる整備工場の選び方みたいな話しましたよね。でその選び方なんですけれども、ディーラーの整備工場も含めて探していただく方がいいと思います。まあ、結局は車ですけれども、人間同士の付き合いになってくるんですね。人間同士の付き合いになってきますので、その店の営業形態で決めるんじゃなくて、その担当してくれる 人ですね、整備を担当してくれる人とコミュニケーションをしっかり取る、でしっかり取れる相手かどうかというものを判断していただいて、まあ、それで決めていただくというのが、その信頼できる整備工場を早く見つける方法だと思いますので、ぜひ皆さんもそのディーラーだからどうとか一般の工場だからどうっていうことで判断するんじゃなくて、その実際に行ってみて、あこの人はなんか信頼できるなとか、このお店の雰囲気いいなとか、そういった本当にそんな感じでいいと思うんですよ。そういった基準で決めていただく方が結果的にあのメンテナンスも細かく受けることができて、車も長持ちして今乗っている車に長く乗ることができると思うんですね。はい、というわけで今回はなんかディーラーのお話になってしまったんですけれども、そういうことですのでよろしくお願いします。また何か質問等あれば
この下の質問フォームによろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。さようなら。